沿岸部を回遊するさまざまなターゲットを相手にショアから挑むメタルバスター。今回は国内屈指の大政フィールド新潟県佐渡島が舞台となる。そうですね、まあ、大型ヒラマサが狙える、日本海岸のフィールドという形になりますね。最大サイズだと20キロオーバー、この30キロに迫るんじゃないかというようなサイズもやっぱり上がるんですね。で、まあ、いわゆる10キロオーバー大政、これもですね、まあ、今回渡船した船宿の範囲、まあ、横に見ると結構狭いんですけど、まあ、その間でも年間に1、2本数本上がると。で、全体で考えたら相当上がってるんじゃないかなと、いった形ですね。お、来た、よっしゃ、来た。やっと出ましたね、潮目がね。よっしゃ、出る。おっしゃ、ね、100。メタルバスターラウンド30、番組の節目を祝うかのように大型青物が乱舞。よっしゃ、よし、食った。果たしてどれだけの魚をキャッチすることができるのであろうか。国内でも2カ所しかないと言われる飛島鰻蔵の自生地、新潟県佐渡島。その花が一斉に開花する6月下旬、メタルバスター沼田は外海部海岸へとやってきた。いよいよやってまいりました。ここは、はい、新潟県は佐渡と、ね、いう形でやってきましたね。ちょうどね、今、例年であればトビウオがこう入って、まあ、でかいヒラマサ回遊するシーズン、まあ、今回もちょっとでかいの狙っていきたいですね。についてはどうな。そうですね、今回もね、前回同様サーフスターの J カスタムロッドね、これ今3機種ですね持ってきました。 X4H、それから X2H プラスまでの3機種、まあ、これでね、まあ、プラグトップがメインになってくるかなと思いますけども、これらを使って、挑んでいきたいと思います。で、まあ、今回もね、まあ、この海域、出れば20キロの可能性もある。で、まあ、10キロ、アベレージはね、6、7キロは今、顔を出しているというところなんですけども、まあ、一番でかいところ照準合わせて、まあ、ラインも、スーパーマックスパワー SMP の8号からね、テンパイテンの6号、5号という形で、揃えて、まあ、朝のいい時間、それからまあ若干渋くなるであろう日中の時間も含めてね、対大型魚、対応するタックルで臨みたいと思います。ここ数年トロフィークラスのヒラマサをキャッチするため佐渡の情報を調べていたというメタルバスター沼田、狙いの10キロクラスと出会えることに期待したい。今回お世話になるのはマサラ川地区の人気船宿林荘。佐渡ではこのような小型船での渡船が主流となるため、少しでも海が荒れたら沖の一級磯には渡れない。初日は本命ポイントに渡礁できるかどうかというギリギリのしけ模様であった。そして出船からおよそ40分、本命ポイントである沖の御子岩に渡礁することに成功。この日のコンディションで乗れたからには期待せずにはいられない。メタルバスター沼田は高ぶる気持ちを抑えつつ戦いの準備を整えていく。さあ、朝一番ね、1日目やってまいりましたね。ここがね、一番、沖側の磯ですね。今日ちょっとね、午前中まだ波残るんでどうかなと言ってたんですけど、乗ることができました。まだね、若干、波入ってきますんで、ちょっと気をつけながら行きましょう。ここ数日ライトに至らなくてもチェイスはね、だいぶあるという形で、魚はね、入っているそうです。飛び魚こそ見えないが、今にも大政が水面を割って出てきそうな雰囲気である。
この朝間詰めの時間帯に結果を出すことができるのであろうか。サーフスター、Jカスタム、キューブチューブ X5H、みんなに今のこれ、スーパーマックスパワー、SMP8 号です。船長から聞く話が壮大なんですよね。あとはね、もう本当にキワキワの磯でね、上物の人の足元をロッドケース並みのヒラマサが回遊するっていう、ね、話だったりね、つい先日も、ジーソで20キロ後半魚がキャッチされてたり、ね、スケールの大きいフィードです。お、出たね、出たよ、惜しい。おお、出ましたね。まだいるか。おお、惜しいね、出ましたね。いい出方したんだけどね。ヒラマサであろうか。機体のファーストコンタクトはミスバイトで終了。ラフウォーターの日は水面の様子が分かりにくいのが難点。ルアーはここだ。おっしゃ、あ、お、まだ乗った。おっしゃ、一瞬外れた。おお、出ましたね。ルアーは20センチのラッシュダイブ。ラフな海峡である朝間詰め、予想通りシルエットの大きさが効いたようである。お、一瞬外したところでしたけど、よし、ラッシュダイブ200。ああ、来ましたね。さあ、佐渡のね、一発目でしたね。ね、これの前に一つ結構いい派手な当たりもらえてたんですけど、ね、やっぱりラッシュダイブね、200プロと入れてですね、まあ、ちょっとしけってるっていうところでルアーの存在、目立たせてといったところでね、まあ、この魚も一発出て、ね、そう、もう一杯ね、追い食いしてきましたけど。いや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 、やっぱりね、いいですね、嬉しい。潮目の発生と同時に地合いに突入。同じアプローチを続けていく。あ、バスの気配だね。潮目が発生するタイミングでアプローチし、確実にバイトを捉えていく。長さの群れが入ってる。よしよしよし、サイズアップしたね。いや、出てくれましたね、和田さん。丸々してるこの太さね、意外としますよね、ラッシュダイブ200。やっぱりね、こう潮がよれてるいい場所、結構広範囲で今打ってたんですけどね、
うずっとしてるようなところはね、やっぱり反応がいいね。いやいいですね、ラッシュダイブの200、まあ、このねちょっと湿気具合の中でね、少しこう存在感アピール、してたところで、180だとね今反応もらえてないんですけど、200でね結構いい反応もらえてます。最高。狙いのヒラマサではないが、ワラサが連発。さすがは佐渡の一級磯、沖の御子岩である。さて海の中はどうなっているのか。潮目が発生したこのタイミングで水中カメラを沈めてみた。ヒラメだ。イナダにワラサ、そして単発ながらも大型ヒラマサが回遊。チャンスはまだまだありそうな気配である。朝一番はねだいぶ見るからに気配だったんですけど、やっぱりね日が昇ってくると徐々に、海落ち着いてきましたね。今これで、メインタックル8号から6号タックルの103の X2H プラス J カスタム持ち替えて、メインラインもね今転売店の6号でリーダー、オーシャンレコード150、ラッシュダイブもね180まで落として、全体的にはちょっと、繊細な釣りという形で探っていきたいと思います。このタックルで反応を得ることができるのだろうか。今度こそヒラマサか。おいヒラマサ、やったよ。ヨゴッと見せてバイトしてきた。よっしゃー、やったねー。うわー嬉しい、やりました。くー出た。やったねー、これは嬉しい。あー丸見えのバイトしてきましたね、いいサイズ。ね、ちょっと今ね日が高くなってきたタイミング、竿をね、98から103の X2H プラス持ち替えて、ちょっとね転売店6号、そしてラッシュダイブ180落としたところ、ズバーッと、おおやったね。いやー嬉しい。
やりましたね。佐渡の平場さですね。いやー、ラッシュダイブ180度飛ぶようからね、だいぶねこう日が上がってきたタイミング、ちょっと状況はシビアになったんだけど、海の状況はね相変わらず波気あっていい雰囲気。ついに佐渡の平場さをバスター。